ソボスライ・ドミニクは、ハンガリーのサッカー選手。ドイツ分でスリーガー RB ライプツヒ所属。ハンガリー代表。ポジションは MF。ビデオトミ FC の下部組織でサッカーを始めた。2015から16シーズンに、MTK ブダペスト FC の下部組織に移った。2016年7月に FC、リーフェリングに移籍。2017年7月21日にエアステリーガで、 出場し、プロ初出場。72分までプレーした。8月4日に、プロ初得点。2018年1月18日に2021年まで、契約延長。3月27日、オーストリア分でーガイフケ・アウストリアウィン戦の57分に、エノックムウエプに代わって投入され、レッドブル、ザルツブルク初出場となった。 2019年3月14日の UEFA ヨーロッパリーグ2018から19決勝トーナメントの SSC ナポリ戦で UEFA 主催試合初出場2020年12月17日 RB ライプツヒト2025年までの契約を締結し2021年1月1日より加入することが発表されたこのシーズンは 加入前から恥骨炎を抱えていたためリーグ戦での出場はなかった。2021年8月15日、1FSV マインツレーモ戦でライプツ飛発出場となり、同月20日の VFB シュトゥットガルト戦で2得点を上げる活躍を見せ、チームの勝利に貢献した。2016年9月、15歳でありながら UEFAU-17 欧州選手権2017。 予選に首相として出場。予選を突破し、16歳で UEFAU-17 欧州選手権の本選にも出場した。2017年6月にはロシア代表アンドラ代表選の A 代表メンバーに選出されたが、出場機会はなかった。その後も2018年5月に代表に招集されたが起用されず、2019年3月21日に、 クレーンヘイスレルラアースロートの交代で、スロバキア代表戦に出場し、A 代表初出場となった。2020年、ユーロ2024戦プレーオフ決勝のアイスランド戦では、背番号10を背負い、決勝ゴールを決め、チームをユーロ本大会出場に導いたが、地骨部分に問題を再発させたため、ユーロ本大会は欠場した。なお、 背番号10は控え MF チェリタマシに譲った。ありがとうございます。